インターナショナルサッカーインフォームです。今回は、久保武久選手のプレーを振り返っていきたいと思います。該当の試合は、2022年10月28日、ウェファヨーロッパリーググループステージ第5節、オモニア・ニコシア vs ーサス・レアル・ソシエダ。こちらの試合となります。試合結果の方は、0対2で、レアル・ソシエダの勝利となっております。久保選手ですが、先発で出場し、前半終了までのプレーとなっており、ポジションは、右ウィングでした。 過密日程下での出場状況ですが、直近15日間で5試合に出場、うち、先発が4回で、プレイタイムが、それぞれ、28分、75分、75分、74分、45分、となっております。まず、この試合ですが、久保選手、出場時間は前半のみでしたが、右ウイングとして、右サイドで、多くの攻撃の形を作り、多くの攻撃的プレーを見せておりました。 レアルソシエダのボール支配率64%と押し込む展開の勢いそのまま右サイドで久保選手が躍動していました。久保選手、ドリブル、パス、シュートとそれぞれ好プレーを数多く見せており体の動きも良かったように思います。右サイドでのボールキープからのパスが素晴らしかったです。相手ディフェンダーに囲まれながら狭いところを通すパスが印象的でした。ボールロストも少なく試合を通して高いボールのキープ力を見せていたと思います。 この試合、メリーノとの連携連動が良かったです。いつもの連携メンバーのシルバとメンデスがいない分、メリーノとの連携連動の内容が濃かったように思います。この試合も前線からの守備が良かったです。組織的な守備プレスの歯車として連動したプレスを見せており、効果的に機能していました。久保選手、接触により左肩を痛めるシーンがあり、治療を行った後にピッチに戻りましたが、状態が心配となりました。久保選手、 右サイドで躍動し、多くの攻撃の起点となり、ゴールに迫る多くの好プレイを見せておりましたが、ゴール、アシストという結果は出せませんでした。プレーの内容が良かったので、ここで数字の結果が欲しかった、というのが正直なところです。この試合の総括ですが、総じて、ハイパフォーマンスでもっと見たかった、という気持ちもありましたが、左肩の状態が心配な上、過密日程の真っただ中ということもあり、休養優先で、出場時間が前半のみ。 となったことにほっとしております。はい、それでは以上になります。ご視聴ありがとうございました。